いた。MC さん何してんの？はい、おはよう。おはようございます。陣内縫うよ、うん、お金ないから、はい、国際通りよまた陣背びりしてんの？陣背びろうかなってやばいかも。今回すごい場合これよ、笑い事じゃない。何？国際通りでお店出そうかなと思って。マジで？そう、プライベートの通帳見たから3万しか入ってないので。すつき本当に？マジで3万やばい。マジビビって、これどうしようかなと思って、うん、まあ、みんなに支えられてる MG ではございますけども、はい、これを機に死ぬか生きるかとどまるかみたいな勝負をしようかなと思って、うん、この43歳でね、はい、まあ、沖縄の玄関口といえばこの国際通りやし、はい、そうですね、ここで、商売を知ればどうにか起死回生でいけるんじゃないのかなと、うんうんうん、昔から思ってたことなんだけど、まあ、やっぱり勝つには国際だろうと思って、はい、そこでお店出してやろうと思って。すごっ、国際通りって家賃やばいよ。そんなのも分かってんだよ俺。3万円でどうしたの？だから銀行とか行きまくったり、うん、高校とか行きまくったりして、うん、俺勝負したいんですって言ったら、はい、帰れって言われたよ。授業計画書とか作ってきてくださいって言われて、うんうんうん、MG カンパニーの広報にキヨちゃんっているんだけど、うん、はい、そのキヨちゃんとまた話したら融資がおりましてね、清盛銀行から。すごっ。 そこでお店を出すという。今回の企画はなんと沖縄サムライ MG 成功への道、はたまたは下落失敗の道、怖い死ぬか生きるかをやってみたでございます。お、知り合いがいて、千代郎っていうのがいて、うん、MG さん店舗空いてますよみたいな感じで話が来た。起きた、よしやってやるみたいな感じで、どこよみたいな、うん、そしたらこの国際通りのこのど真ん中にあるこちらでございます。ドーン、こちらスシロー。これ、札ドラってあるでしょ、はい、この2階のガラス張り見て、あーあ、こっち開いてるんですか？全部こっち。どんなお店かと言いますと、やっぱりこれ沖縄ソングを歌うお店を作ろうかな。うわね、まず行ってみよう。さあ、こちら、ドーン、はい、あっちに寿司ローがあるわけ。あ、本当だ。だからこっちで寿司も食べるし、こっちではもううちのアムが食べれるっていう。おー、いいですね。結構広いですね。広いでしょ。ガラス張り最高。でもこのステージ。ステージ？うん、ステージこのぐらいないといけないでしょ。でかっ。結構広いステージで。広い、うん。いいね、いいね。かっこいい、かっこいい。おー、すごい、すごい。レジャーとかもできるっていうお店が、うん、島唄なんとか道ジュネーというお店でございます。名前歌ってよ、こっちで。いいの？いいよ、いいよ、イエーイ。てっちゃんと前川ファミリー兄弟で歌って、うん、こっちで。だいたい100席ぐらいを設けれるぐらいのスペースが、うん、すごい。照明をさ、はい、ドーンっていうの、スピーカーもドーンってやって、おー、やば。かりゆしの信号とかが、あ、いいね、いいね。甘いよー想像してる。バリバリできるような最高。設備をここに今からステージに作る。壁とかも今から、うん、やっぱりよ、この沖縄の伝統をこう壁にも刻みたいわけよ、うん、はいはい、だから、まあ、歴史的やけな青年会の、うん、あの鶴の舞とか。おお、かっこいい。出来上がり楽しみ。厨房も超広いから。マジで広い、ね、ダイニングバーカウンターみたいな、なって広々。そう、ここに来たお客さんは、うん、沖縄のこのエイサーとかも、うん、民謡ライブも、うん、沖縄のソングも全部こう堪能できるというね。うん、MG さんは何するんですか？チョンダラ。チョンダラ。できました。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐい枕にして二人でいた横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、あなたはちっとも待たないの。待たないの。何も怖くなかった。
はい、はい、完成。イエーイ。なんかできるまで別してるね。はい、いいね、これ、はい、床材来たらもっと綺麗になるし最高ですね。これは土台ですね。土台よ、今からこの楽しみな色になっていくから。はい、こういうとこで弾き語りとかしてからさ、ワクワクしますね。わったー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 わったしめる。北海道のなんかお店だったらしいんだけど、うん、これを A さん沖縄風に帰ってくる。はい、はあ、いいね、いいね、テンション上がってくるじゃん。うん、すごい。あとはこの外周の飾り付けと、はい、キッチンの中のお皿とかいろいろなものをまた集めてきて、うんうん、こういうこともちゃんと掃除しないといけない。そうですね。で、ここは掃除して衣装おー、衣装も考えない。衣装も鍵屋でしょ、かけ上げのみたいな感じの衣装をつけて、うん、男子はすぐ簡単に A さんで戻れるぐらいな、すごいすごい、かっこいいあの衣装を出す。テンションが上がってるやつ。いいね、いいね、いいね。その格好でいきなりもうよし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 ぜひ応援をお願いします。お願いします。これもね、続きもんでオープンまでの流れっていうものを見せていって、うんうん、皆さんに元気を与えようじゃないかということね、はい、逆に元気ももらいながらやろうじゃないかということで、うんうん、はい、そうでございます。お金ないのにこういうことやろうとまず人って思わないでしょ。いない、思わんでしょ。 MG さんしかいない。そう、俺みたいなやつでもできるんだぜっていうのをこう見せてあげたいなと。あ、はい、いいですね。40にもなるし、うん、なんか今までやりたかったことって MG みたいにやってみたいなとか、うんうん、このやつらがどん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 集まっていって、うん、バーンとか、はい、人生一回だから。いいですね。やりたいことはやらないといけないです、はい、ね、一緒に働いてくれる方大募集でございますよ、はい、お願いします、ね、気合入って楽しくて、うん、夢を持ってる若者たちをこちらに集まれ、はい、夢も希望もあるおっさんたちをこっちに集まれ、はい、集まれ。あと演者とかも募集してるから、うん、はい、三振で沖縄の三つ星一橋ってとかじゃなくて、うん、那国とか、うんうん、古き良き民謡っていうものを、はい、この観光客の人たちにも知ってもらおうかなと、うんうん、まあ知らないの弾きすぎてもダメだから、そうですね、ちょっと混ぜたりとか、そうそうそうね、よし頑張っていきましょう。掃除してもらう。はい、第一スタート。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ、寒い寝ていたのよ。Ha ha ha ha!